チュアス、ニャジです。ルークだけナーフ、来ましたね。早速ですが、合気目線での変更点を確認します。弱パンチ、ヒット、ガードストップ4フレーム増加。一瞬なんのこっちゃという話なのですが、今までルークの立ち弱パンチはガードプラス4フレにもかかわらず、ガード硬直が短すぎて反応できないことが多かった。ヒットバックが増加したことにより反撃をしやすくなり、ちゃんとガードプラス4フレの技になったというわけですね。合気の場合は近ければ弱パンチ、弱竜巻、遠ければ中竜巻が安定します。路線単だと確定はなし。ちなみにヒット確認をしやすくなったという声がありますが、この調整を受けて弱パンチでヒット確認する人はあんまりいないだろうから、私的には純粋なナーフだと思ってます。続いて中継の硬直増加とトリガーキャンセルタイミングの変更。来ましたね、中継調整。アプデ前に差し返ししようとしたら空振らせてからビアルキが必要な場面が多かったんですが、判定が残るようになり、何もない空間を膝で殴れるように。体感めちゃくちゃ差し返ししやすくなりました。またトリガー関連で調整が入っており、非常に凶悪だった中継トリガー発動強パンチが削除。中継ヒット確認トリガー技も先端だとヒット確認できなくなりました。正直差し返し難易度をここまで下げるならトリガーコンボは削除しなくてよかった気もしますね。続いてしゃがみ中キック来ましたね。しゃがみ中キック硬直が4フレーム増えて18フレーム組になりました。もう明らかに硬直が増えているため中継と同じく差し返し狙えます。調整前に安定して差し返すのは相当難しかった。中継のリターンゲインを受けてしゃがみ中継を振る割合が増えるはずなので、頑張って差し返ししたいですね。これもツイッター見てるといろんな意見散見されましたが、他キャラと比較した際の性能を考えるとまあ妥当な調整だと思います。シンプルにカリンとキャミ使いかわいそうだもん。そして中玉の射程距離減少、これ合気にはあんまり関係なさそう。突進持ちは見てから差し返しできるらしい、ユリアンとか。もし合気に関係する調整ならコメントで教えてください。ト6も遊んでもらいたいから次期主人公を強くして触ってもらいたい。でも強くしすぎるとヘイトキャラになっちゃう。カプコン経営陣と調整班の苦悩が垣間見える調整でしたね。まあ、ルーク戦言われてるほど嫌いじゃなかったのでやれることできそうで嬉しい。緊急だったので短いですが以上。皆様良き格ゲーライフを。バイバイ。